あ、そしてこちらこれ鈴木塾ですね。今度走塁ですね。走塁始まりましたね、こちらが鈴木大和、鈴木孝弘コーチの姿もあります。さあまずはこの足でアピールをしていきたい鈴木大和です。そして湯浅の姿もありました。確かに一軍の中にいるメンバーですとこの鈴木あるいは湯浅、湯浅も去年も代走で試合に出場する機会も多くありました。あ、ここでも鈴木孝弘コーチという本当百戦錬磨のプロフェッショナル方から教わるというのは本当に素晴らしい、これコーチですね。まあ、多くの、ね、引き出しを持っているコーチだと思いますからね、選手は吸収する部分はすごく多いと思いますよね。まあ、鈴木コーチも、ね、この身体能力だけでああいった走塁をしてきたわけではなくて、そこにこういろんな研究を重ねてね、まあ、ああいったランナーといいますかね、はい、そこまでいった選手ですから、まあ、初めて聞くようなアドバイスも結構あると思うんですよね。あ、なるほど。まあ、すごくこうなんていうんですかね、新しい発見はあるんじゃないですかね。あと鈴木コーチ今走ってもめちゃくちゃ速そうな体型してますね。速そうというより速いと思いますよ。まだまだ走れますかと思いますね。帰塁の仕方の指導、ね、あの体勢で帰塁するのがいいんですか。やっぱり頭からというよりも、はい、ああいった形で戻った方がいいよっていうことですかね、こうやって、ピッチャーに指導されてるということはね、背中を向ける、まあ、確かにその姿勢の方が次の一歩切りやすそうな、そんな体勢にも、あとはだからよくね、こう頭から滑り込んで戻るっていうのはね、結構あるんですけど、はい、まあ、そういうのではないですよね。足から戻るという形ですよね。まあ、リード一つにしてもね、こういろいろ考え方っていうのはありますから、はい、いや、ピタッと止まりますね。まあ、勉強になると思いますよね。まあ、リードを大きく取る選手ももちろんいるんですけども、逆にリードをそれほどしない選手もいるんですよね、はい、ええ、まあ、それは何でかって聞くと、リードを大きく取ることによって帰塁のことも考えなくてはいけないということで、はい、リードをそれだけ そんなそれほど取らなければ帰塁のことを考えずにセカンドに進むことをある程度のこう比重の中で考えられるっていう、まあ、それも考え方として持ってる選手もいるんですよね。ですから、まあ、それぞれね、いろいろ、まあ、あるとは思うんですけどもね、その考え方というのは、はい、ただこの足の速い選手が大きくリードを取ることで相手バッテリーへの、そのプレッシャーがよりかかるというのも戦略としてはありますよね。まあ、相手からするとそうですしね、ただランナーからすると大きく取れば取るほど戻ることも考えなくてはならなくなるので、はい、まあ、そのあたりは難しいところではあると思うんですけどね、はい、なるほど。これはどういう姿勢でこう走り始めればいいかという、あとその帰塁の時の体 の使い方だと思うんですよね。意識するところといいますか、まあ、まさにそういったことを鈴木コーチは現役時代から本当研究に研究重ねていたんでしょうね。だから早く戻るといいますかね、そういう動きをするためには、はい、やっぱりその先のことを考えているってことですよね。ただ早く戻るっていうだけではなくて、早く戻るために何が必要で、そのためにはまた何が必要でっていうことが大事なんだと思うんですよね。姿勢であったりとか、まあ、その意識する部分ですよね、もしかしたら足ではなくて体幹の部分を意識するのかもしれないですしね、はい、先ほども胸のあたりをこう何か意識させるような感じもありましたね。動きがありましたけどね、ピタッと止まるのは難しいものなんですか。
と思うんですよ。私はでも目いっぱい戻るときは足というより もう頭からいってしまってましたから、はい、ヘッドスライディングで。でも鈴木コーチは現役時代あまり頭から起立するようなことってなかったかもしれないですね。今こう思い返してみるとああいった形で戻ることが多かったんじゃないかなっていう気しますけどね。足から、はい、それはどうなんでしょう。怪我防止というところもありますし、やはりこう立ったまま起立した方がもし、まあ、実際そっちの方がなんかいいっていうところがあったのかもしれないですし、確かにこう寝てしまうのとあるいはスタートの姿勢を取れるのではまた次の塁へのという姿勢で全然違ってきますよね。まあ、そのあたりを考えているのかもしれないです、まあ、分からないですけどもね、まあ、今度会った時に聞いてみます。あ、そうですね、はい。